まず認識は、はい、入れようと思ってます。やってます。わかりました。あと、事前移行手順の中には、まあ、確かに移行するために、事前にデータが移せておける手順っていうのはもちろん入るイメージはあるんですけれども、はい。まあ、業務の観点で言うと、まあ、この業務は止められないって言ったときには、ちょっとそういったものも、この事前移行手順に含まれるイメージであってますでしょうか。今の話は、業務影響を明確にすることの検討は入ってますかってこと。そうです、そうです。はい、もともと今まで考えてる形だと、確かに、影響しないような形でやりますけど、一つ後ほど話すデータ移行ですかね。データ移行の考え方の時に、本当に停止を一切伴わないのかとか、っていう話を多分、検討した結果で、もし何か影響が出るならば、もちろんこの中で表し、この中というか、どこかで表していかなければいけないと思っています。あと2つだけ確認させてください。はい、この、最初の1、2、3で挙げた項目と、4ページ目以降って言えばいいんですかね。はい。4号がタイムスケジュールで、はい。7が、何でしょう。イメージ図って言えばいいんですかね。はい。ここのリンクは取れるような形でちょっと作っていただきたいなと思ってます。はい。で、少なくとも1番とここは、ちゃんとこの、このナンバーとか、手順名を必ずこれで定義するので、ナンバーと手順名がここで分かるようにしていくっていうところで、リンクは取ります。で、その構成図をこのページと合わせられるかどうかっていうのはちょっと検討なので、ここの断面の構成ですとかっていうふうに、ちょっとそこはもう少し、断面イメージは何が作ったものを想定してるんですけど、ちょっとこことのマッピングについては、ちょっとどうするかは考えさせてください。まあ、いずれにしても分かるようにしていかなきゃいけないということについては、やっていかなきゃいけないとは認識してます。ありがとうございます。そうですね。過去の項目までは確かに厳しいと思いますので、この断面の絵はこれですっていうところを、はい、合わせていきたいと思います。はい、そこをうまくちょっと、検討しながらやっていければと思います。はい。で、最後に9ページ目。はい。はい。で、ここに、テプコ、KTST 環境、かっこ既存っていうのがいます。はい。で、この手順では、新しいものだけで確認できるのか、既存も巻き込まないといけないのかっていったところの、お取り表みたいな形になっているんですけれども、はい。実際、既存のところで、何をしなくちゃいけない、要は簡単に言うと、東芝さんに伝えなくちゃいけないみたいなところ、はいはい。は、どこで、整理するかっていうのだけちょっと教えてください。分かりました。既存に対するところっていうのは、基本的にデータベースの移行だと思っていますと。大きく言ってしまうと。で、この中、WBS ちょっとお見せしますけど、ちょっと後で出てくる話にも関係するんですけど、このデータコピーをどうするかっていうところ、GG、使うという方針で今検討着手してるんですけども、この時に実際どういう作業をそのコピーするために、既存に対してやるのかっていうところの検討も個別に整理してきますので、ステップというよりも多分一番大きな既存に対する影響点のこの中で整理して別資料としてここはちょっと作ろうと思ってます。答えになってますかね。あれでもそこで現行システムの影響とかを整理しようと思いますって今聞こえたんですけど、でもその 2が、2が分かんないと。すいません、特に他にあればもちろん整理しますよ。2の方でも。はいはい。ただ、一番大きいところについてはここで整理しようと思ってますっていう、特に データベースに関する、あたりについてはこの中で検討します。で、それ以外については、もしあれば、ステップ検討の中で影響があるなしを明確にして、影響があれば作業依頼をどうするかというところですかね。そこをちょっとどこでまとめますかは、どこでまとめるかは検討させていただきます。じゃあ質問としては、それは今回の今説明していただいた移行研修の成果物を今作っていただいてるんですけど、そこには入ってこないっていうことですかね。多分制約が出るところがあれば、作っていかなきゃいけないと思います。